皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート14をやっていきます。この辺の方々がのせいか、名もなき王の墓、カーブ屋さんだったかなからの依頼というか、まあ、ちょっと試練的なやつ、試験的なやつか。でね、ここで行方不明になってしまった生徒の出席番号を調べてこいということで、その番号はもう分かったんですけども、この名もなき王の墓には、隠し要素があるので、それをしっかりと回収していこうと思います。で、まあ、前回いろいろやって、セクレトっていう獣人のモンスターと戦ったんですけども、まあね、どっかに逃げてしまいました。はい、今ね一瞬見えたかもと思うんですけど、 HP めちゃくちゃ上がってます。まあ、その理由なんですけども、カード変化の、アビリティを覚えて、そのアビリティね、ディアボロスのカードをブラックホールに変えて、そのブラックホールでグラビデを、全員100個ずつ作ってます。4個あれば100個作れるんでね、あの1個で30個ぐらい作れるから、はい。まあ、それを利用して作ったんですけども、待てよ。それのおかげでね、力、まあ、この人は力ね。で、今は魔力にグラビデセットしたんですけど、かなり強くなりましたね。で、今までケアログにつけてたグラビデを HP に、分けることができたんで、HP がとんでもよくなってます。まあ、リナも直に、ね、HP のジャンクションも、覚えると思うので、まあそうなったら、どういう配置になっていくか。とりあえずここは、逆時計回りに進んでいきたいので、とにかく、右の方に道があればそっちへ進んでいくイメージで進めていきます。てか、ダンジョン内で戦闘したいんだけど出てこねえな。マップが基本狭いからね。アイテム欲しいやつがあるんですよ。アイテムというか、アイテムもだけどカード変化も利用したい。さて。お、こいつかな。あ、こいつだ、エサンス氏。ちょっとカード越してしまった。ダメか、まあ、ドロップすることもあると思うからそれでもいいんだけど、カード化した方が確実だと思うんだよな。あ、カード化しても違うアイテムなのか。ほら、でもまあ運が良ければ違うカードになってくれる可能性もあるんで、さすし、それじゃないんだよな。魔石のかけらはもういいのさ。あいつの背中に背負ってるあれが欲しいのさ。お、エビテト、じゃなかったっけかな。あ、いた。で、水が流れ出すと。
とりあえず狙いとしては、まあ、さっきの報道のエサンス氏から、亀の甲羅というアイテムを入手するというのと、もう一つ、欲しいアイテムとしてね、あのライフフォビドゥンっていうモンスターが出てくるんですけど、その敵が落とすアイテム、もしくはその敵をカード化してね入手できるアイテムが1個手に入ると嬉しいな。だからここではちょっと戦闘もねしっかりやっておきたい。おめえらじゃねえんだな、こいつらには全く用事がないんだな。またこいつら防御高えから、うん、ライブラ使ってみるか。弱点がねランダムなんですよ。炎に非常に弱いですね。ではファイヤー、あ、これでも足んねえ。はい、裏雷に非常に弱い。しか持てなかった。強威力が全然違うもの。できれば現段階で作ってしまいてえな、あのスコールの新しい武器。フェアルラ、これで謎解きがまず OK ということで、あとは中央の部屋に入りたいんだが、違うんだよな、その左のやつにも用ねえんだよな。ヘルしか持ってねえ。で、ブエルの HP 低いの知ってるんで、リンワにも属性魔法を持たせた方がいいね、やっぱ。まあまだ、あの、高音機魔法を最終的にはリヌアに持たせたくないんですけど、まだ、とりあえずディスク3、4あたりくらいまでは、関係ないんで、せっかくね、魔力高くしてるから、この辺ちゃんと用意してあげよう。あれか、スコールジャンクションしていない魔法を渡せばいいのか。リノアに、
エルでもよかった。うん、こっからだと入れないので、わかんなくなるな、これ。こっちだな。うん、進めますね。ではこの先でボス戦です。てめえら、また来やがったのか。さっきは的確にしてやったけどな、今度はそうはいかねえぞ、おら。今度はな、俺様の兄貴もいるんだぞ。逃げ出すなら 今のうちだっつってんだよ。こいつ最高に頭悪そうだぜ。兄貴、どうした弟よ。兄貴、こいつら墓荒らしだ。しかも俺に立てつけやがったのぜ。なんかこの組み合わせの2体はあれですね。懐かしいな、ファイナルファンタジー5以来か。ほう、そうか。お前がやられるとはな。人間どもよ、なかなかやるようだな。このちっこいのが兄貴だと？兄貴、こいつらバカにしてるぜ。愚かな人間どもよ、見た目で判断してはいけないことを教えてやろうではないか。よっしゃ。とりあえずデビテトをかけて自動回復は外していきたいと思います。あと強力技も持続性なんで、そのダメージをなくすためにもやはり、デビテトを味方にもかけておいた方がいいのかな。ドローダブル、テレビデートを見てみた。リードは結構食らってんな。とりあえずエアロポンポン。まずセクレットからね、押していきたい。ちっちゃい。うん、兄貴の方は確かに攻撃力は高い。あ、これも使えんじゃん。あ、いいね、ちっちゃい。感じろ。もう一発。兄貴、やられちまったよ。まずはセクレト。アンジェロキャノン。そんな強くない。トルネードダブルと。
いいのは見つかったらもっと強いんだろうな。我々兄弟が負けるとはな。強き者たちよ、我々を仲間にしてもらえないか。はい、来ました。エクレトのカード 40AP でけえ。 HP ジャンクション習得、召喚魔法プラス 10%。 あ、他のに変えとけばよかった。マジ魔力プラス 20%、 エスティ魔法生成、いいよブラザーズ。あの兄弟を倒すとはなかなかいい腕をしておるな。おかげでようやく私もこの狭い石引き続きから解放される。しかし長い間棺の中で考えていたことがあるのだ。長い俗世に疲れ果ててこれから冥界に旅立とうとする者をこのような石棺の中に閉じ込めることが果たして本当に必要なのだろうかと。まあ確かに。ミノタロスのカードを手に入れた。やったー。というわけで、ガーディアンフォース、ニューガーディアンフォース、ブラザーズ。中田ひみこ。地属性のガーディアンフォースですね。できるのは、HP ジャンプションすでにできる。これセットして、あ、待てよ。あ、ないか。うん、まあいいや、とりあえず力のジャンクションができるようにしておこう。で、傑作バトル、次どうしよう。体力ジャンクションかな。あ、魔力プラス 20% もいいな。ジャンクション関係は先にやった方がいいかな。まあ多分、ガーディアンフォース増えたら、いろいろできるようになると思うんですけどね。死の選択来ました。力プラス 40%。魔法プラス 40%。ディアボロスは、HP プラス 20%。で、ジャンクション、リノアにジャンクションさせたいと思います。ブラザーズ。で、魔法優先で。となると、リノアにもケアルガンを持たせたいですね。カード変化で何になるんだろう。アダマンタイン10個。お、アダマンタインはでかいよ。アダマンタインは、最強の武器とか作るときに素材として使うからね。うん。それに、ガーディアンフォースに使えば体力 60% のアビリティを覚えることもできるので、あとはまあ、これ、アダマンタインに関しては、多分3つくらい残しておけばいいと思うので、まあ結構いろんな使い方ができそうですね。うん。これやっちゃおう。で、恐竜の骨100個も手に入るから、これで、クエイクか、がいっぱい作れますね。素晴らしい。これでまたジャンクションが変わるんじゃないでしょうか。お
いいね。魔力プラス 20%、 力プラス 20%、 攻撃力74、攻撃力に関してはもうゼルがトップに躍り出ましたね。グラビデの方がでかかったりしないのかな。それじゃんよ。うん、こっちでいいと思う。よしよし。さて、一気にパワーアップできたのはいいんですが、欲しいアイテムがあるので、少しちょっとね、この辺で粘っておきたいと思います。入ったらね、あともうすぐイベント始まっちゃうんで、その前に攻めて、強化を1段階だけでいいんで強化をしておきたい。あ、風切り羽ね、残しておけばよかったな。カード変化手に入るかな。あー、そっか、残しておけばよかったな。まあ、とりあえず、いい感じの収録時間となっているので、まあ、ここら辺で一旦一区切りにしようかな。で、撮影外に、いろいろ素材集めとかやっておこうと思います。別にね、素材さえ集まれば、月刊武器っていう、雑誌なくても、作ることはできるので、まあ、現段階で作れそうなものがあれば、いろいろね、試しに作ってみようかなと思います。はい。では、ファイナルファンタジー8実況プレイパート14、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。